はい、こんにちは。日本改革党豊島区議会議員忽那亮司でございます。共産党のバイブルですね、新聞赤旗記事がですね、ツッコミどころ満載だったんで、ご紹介いたします。144カ国が死刑を実質廃止してる。そうなの？実質って書いてあるから、ちょっと信用できないですね。主要国で死刑があるのは日本だけ。アメリカも州によっては死刑ありますよ。確か今半々ぐらいだったんじゃないかな。まあ赤旗はどんな嘘もためらわないんで、世界では死刑廃止が潮流だ。それどこで得た？それあなたの感想ですよね。8割の国民が死刑存続に賛成だが、世論を言い訳にしてはならないとか言ってますけど、さすがね、あれですね、民主主義者じゃねえ共産党の言い草だな。世論無視すんなよ。多数決無視すんなよ。まずは死刑執行を停止し、国民的議論をすべき。こんなこと書き上がってるんですけど、共産党員はこれ見てですね、なるほどって思うのかな。ツッコミを思わず入れてしまうほどの知識も知性もないんだろうか。不思議に思っちゃいますけどね。ネットの反応です。うちはうち、よそはよそ、共産党が命令すんな。役破壊活動して死刑は嫌。これ共産党の都合でしょうね。死刑のない国の治安はいいのか。よくないっす。日本ほど治安いい国あんまりないですからね。あるとしたらアイスランドとか、寒すぎて犯罪すんのに外に出かけるの嫌っていう、そういうところじゃないでしょうかね。メキシコとフィリピンは死刑廃止国。ここ笑うとこ。どっちもですね、犯罪日本の10倍ぐらい多いですよね。仇討ちを復活しろって言ってんのか。それもまたよしと。これ遺族感情っていうか、被害者の、残された遺族の感情を尊重するとですね、まあ仇討ち復活ってなりますよね。日本はみんながルールを守るから、掟破りの犯罪者に対する当たりはきつい。これ悪かもしれないですね。和をもって尊しとなすって、17条憲法ですけれども、日本は民度が高くてですね、なんせほら無人の野菜販売所とかですね、通用するぐらいですから、まあ日本以外であんなのだったら、品物は全部盗まれ、あと幾ばくかのお金が置いてあったとしたら、それも全部盗まれるでしょうね、日本以外の国だったらね。つまり日本人はルールを守るので、ルールを破るやつは許せないっていうのが強いってことなのかな。和を大切にするからこそ、それを乱す者は許せないと。5人殺害しても死刑はたった1回なのは温情だろう。何の文句があんだというようなことですかね。犯罪者を生み出した社会が責任持って処分してるだけ。最後まで責任持ってね、処分もやってる。共産党が廃止しろってことは、日本に死刑は必要ってこと。これこれにつきますね。共産党が言ってんだから必要なんだよ。もし共産党がですね、暴力革命を成功させたらですね、日本人全員から自由と家族と財産を奪います。で、逆らえば殺されます。家族も労働力として提供しろみたいなこと言ってきます。お前はどこそこの工場で働き、嫌なのかっつったら殺されますね。もしくは洗脳、収容所にぶち込まれて洗脳される。古今東西の共産党がそれやってんだから、確実ですよ。ソ連共産党も中国共産党は現在でも絶賛やってますしね。権力を得るため、権力を維持するため、他人の命を奪うのは平気だが、自分は死刑になるのは嫌だっつってんだね。革命って命を改めるって書きますんで、もともと物騒な言葉ですから。産業革命とかそういうので使うことはありますけれども、もともとのね、ガチな意味の、革命はもう必ず流血と殺人を伴う
物騒な言葉であります。ジョルジョ、これはあなたは覚悟した人間ですよね。人を殺そうとするんだったら自分も殺される覚悟をしなくちゃ、いうようなこと言ってますけど、共産党にはその覚悟も全然なく、他人は殺すの平気だけど革命のためだっすね、自分が死ぬのはいいやつ、生っちょろいね。まあ左翼は甘いですよ。で、世界の潮流だとか言うんだったら、共産主義禁止っていうのが世界の潮流なんだから、共産党がそれ言っちゃダメなんじゃないの。共産主義殲滅っていうのが世界の潮流ですしね。8割が死刑賛成だがとか言ってるけど、民意と多数決に従うのが民主主義ですよ。まあね、俺が正しいから俺に従え、少数意見でも従えっていう思考パターンしかない、バカな共産主義者には理解できないでしょうけどね。で、不思議なのはですね、俺が正しい、俺に従えっていうバカの言うことをなるほど従いますって言ってる、これまたもっとバカがたくさんいることが恐ろしい。まずは死刑執行を停止し議論すべきとか言ってるけど、ギャグじゃないのこれ。ギャグでしょ。国民的議論をして、そんでその結果死刑はやっぱり廃止の方がいいのではって、多数決取って多数だったら執行停止なんじゃないの。このように赤旗記事にはものすごい突っ込みどころがいっぱいあったんで、大晦日にこんな喋ってますけれども、共産党はですね、仲間が未だに死刑囚として生きてますんで、時間なくて焦ってんでしょうね、これ。とにもかくにもですね、共産党の逆が正解。これほど確かな、シンプルな指針はないですよ。まあ、朝日新聞の逆が正解、毎日新聞の逆が正解っていうのもありますけどね。靴沢は来年も赤と戦います。やつらね、我々を家畜にしようってしてんだって最近気がつきました。皆平等にしますって甘い言葉でつってですね、それはイコールみんな家畜になるって言ってんのも同然なんですよ。家畜の安寧なんかいらねえよね。家畜はね、雨露しのげる場所で、食っていくだけの餌は与えられるかもしんねえけど、いつ殺されるかわかんねえ。っていうですね、家畜の安寧ですね。搾取対象ですからね。ついでに虚偽の繁栄もいらねえですね。私の試験なんですけど、そういえば、進撃の巨人の壁信者っていうのが出てきたでしょ。壁信者。壁があっから我らは生きていけるだの。まあ、それ、球場信者がモデルじゃないのかな。壁が、球場があれば、平和に暮らせるだとか、我らを守る壁を、球場を称えよとか、一生懸命布教活動してるんですけど、まあ、言ってること同じだなぁ。平和のためにですね、エレン、まあ、主人公なんですけど、たちの調査兵団が払っている犠牲はガン無視なのね。すべての手柄を壁のおかげだっつって言ってんのが壁信者。で、日本の平和のためにですね、自衛隊や米軍さんの努力や献身はガン無視と。で、全部の手柄を九条のおかげっつってんのも、まあ、ここも全く一緒ですよ。これきっとね、壁が破られて泣き叫ぶ、のもおそらく一緒でしょうね。日本はまあまあ竹島取られた以外は、あれですけどね、九条ができてから目立った紛争なんかはないですけれども、まあもしそうなったらですね、誰よりも泣き叫ぶんだろうな、九条信者は。なんせ九条のおかげっつって思考停止してっとこで、その寝ぼけた状態、叩き起こされるんですからね、誰よりも泣き叫ぶんだと思います。そういえば宗教って人を思考停止させるものを宗教って呼ぶんでねえべが、あなんて私最近思うようになりました。脳みそってですね、まあ体の 5% ぐらいしか重さがないにもかかわらず、
25% のぐらいのエネルギー食っちゃうんですよ。つまり燃費が悪い。で、人間って、まあ動物もそうかもしれないですけど、人間ってエネルギー、カロリー消費を抑えるために、隙あらば思考停止しようとするんだってね。隙あらば。で、宗教はそれに、うってつけなんですよね。まあ、キリスト教でも聖書に公開だから、10回に公開であったからっていうのとですね、まあイスラム教は何でもかでもあらおぼし飯とか言って済ましちゃうし、インド人はヒンズー教ですか、インド人ね、よくね、あなたと私は前世の関わりが悪かったから今回の契約はなしにしてくださいとか平気に言うんだって。もう思考停止でないですか。思考停止、まあ、考えるの嫌だから宗教にすがる、と思われると、まあ、思考停止するための手段が宗教、各宗教なんではないかなんで私最近気がつきました。次も共産党の話題なんですけど、 FNN 報道、除夜の鐘がうるさいとクレーム、近隣のクレームより除夜の鐘をやめたり夕方に時間をずらしたりする寺も出てきました。小金井市の先住院は裁判沙汰にもなりましたというようなです。テレビ報道ですね。ネットの反応です。除夜の鐘を聞きたいっていう人の権利は寺よりずっと後から来たくせに偉そうに。ここは除夜の鐘が聞こえる地域って知ってて住んだんだろうな、後から住んで文句言う。沖縄の基地反対と同じ構図。鐘の音で浄化される悪霊ですか。悪霊は太陽の印、旭日月も嫌がる、存在が邪悪だから鐘の波動が苦しいんだろう。クレーマーに配慮イコール多様性ではない。日本の文化を破壊したい共産党員または外国人の仕業、ズバリですかこれね、赤どもを調子づかせることなかれ。まあ文句言ってきてわずかな人数なんだけど大声で文句言ってきてうるせえからまあやめっかみたいな、そういうような気持ちがますます赤どもを調子づかせんですよ、してね、成功したら赤どもはまた文句つけたろって思うじゃないですか。まあ、面倒と思ってです。まあもうそんな声は無視しろ、無視しろ、揉めてなんぼだ、そういえばですね、私豊島区同僚議員にですね、共産党と揉めて懲罰委員会かけられる前に議員仲揉めてなんぼでしょって言ったら賛同得られませんでした。黙ってた同僚議員なんですけどね、寺よりもずっと後から住んで生意気なね、お寺さんなんか少なくとも100年以上前からそこにあるんでしょうが、まあお前ら基地反対派かよ。沖縄の普天間基地なんかできた時周り何もやったんだら、今は住宅びっちりですけどね、後からそこに住んで基地があること分かってて住んでから飛行機がうるさいところなんてギャー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 言いやがって、まあ仲間なんですけどね。今日は大晦日ですんで私の本年を振り返って、今年何やったかな、振り返ってみてですね、まあ1月委員会委員会委員会、で終わっちゃった。2月、予算内次会委員会、本議会一般質問で外国人国保滞納について聞きました、したらですね、半分以上は滞納してやがるっていうですね、永住者じゃない外国人は国保税半分以上滞納してる。まあこれ留学生とかで国保税払わなくちゃいけないって知らないんだが、もう2年で帰国すから払うの嫌だって言うんだがさっぱりわかんないですけど、そういう事実が判明いたしました。永住者じゃない外国人、豊島区においては半分以上 54% 滞納とかいう、そういう数字でした。文化人放送局に出させてもらいました。委員会、3月、予算特別委員会がありまして、最後になんかみんな参加した議員がですね、なんか喋んなくちゃ、総括みたいなの喋んなくちゃいけないですけど、男女平等こういう風にはしないでください、機会平等にするのはいいけど、結果平等にしないでください、おかしいから、実力に関わらず
あとね、やる気に関わらず、なんとかの委員を男女同数にするとか、そんなことはしないでください。不自然です。っていうような演説しました。動画に残ってんで、よかったら見てみてください。文化人に出させてもらいました。委員会、4月。区政連絡会、委員会、文化人、5月。NHK でも初主催いたしました。この時はですね、ネット聴取許さないぞ、このネット聴取に向けて NHK が着々と進んでる、ことに危機感を覚えてこういうデモやったんですけど、まあお題がわからないにもかかわらず300人以上の人来てくれて、嬉しかったです。初主催でした。まあ、委員会、議会報告会。これはコロナの影響で無観客でやったんで、ちょい楽でした。6月、委員会、NHK でももう一回やりました。同じぐらいの方たちが来ていただきまして、誠にありがとうございます。本議会の一般質問で、共産党の選挙違反のタスキ、ダメでしょう。なんで共産党は法律無視するのか、それはね、俺らを家畜だと思ってっからだわっていうようなことを言いました。動画に残ってるんで、よかったら見てください。7月区政連絡祭、都議選、4名日本改革党から、その当時はテレビ改革党から4名の立候補者を出しました。足立区、江東区、葛飾区、武蔵野市と、委員会、拉致被害者奪還署名も、池袋西口で行いました。委員会、懲罰委員会かけられました。豊島区で47年ぶり。これ6月にやったですね、共産党は俺らのことを家畜のように思ってっから、でね、俺らが作った法律なんか守れっかって思ってんだわ、民主主義者が作った法律なんか守れっかって思ってんなら共産主義者どもって本議官で、ぶったらですね、47年ぶりに無礼だっていうことで懲罰委員会かけられました。表彰委員会9月、第2回懲罰委員会。第1回はですね、道義懲罰委員会かけてくださいって言った側の共産党の連中が質問されてですね、質疑応答ですね、しどろもどろ、もうどうにもなんねえ。動画も残ってんで見てみてください。2回目はですね、私に対する質疑なんですけど、共産党に大ダメージ与えられたと思います。100倍返ししてやったと思います。委員会、肺がんが判明しました。9月、8月のですね、豊島区の健康診断で血液の炎症指数っていうのがすごい高くてですね、体のどっかで炎症が起きているっていうことで、詳しく調べたら肺がんと、委員会、本議会で、質問いたしました。もう肺がんだって分かった後ですね、これ。外国人生活保護に反対します。理由はこれこれ、このような理由です。法的根拠がない。なんで豊島区にいるんだか、日本人に比べて理由が薄い。あと日本人の生活保護してくれてる国ねえのに、そんなのおかしいべ、日本ばっかりっていうような3つの理由ですね。10月、肺がん、肺右上葉切除、抗がん剤開始と、葛飾区議選、高橋さん立候補していただきました。まあ、結果は残念でしたけれども、10月14日に手術したんですけど、それで2週間ちょっと入院しまして、まあ、ひっくり返ってて、で抗がん剤1回目開始したんですけれども、それでまた10日ばかりひっくり返って、腹が痛くて、で11月と12月もですね、委員会と本議会は全部休んでしまいました。抗がん剤治療中なんで、免疫がすごい落ちてますんで、外出できないんですよね。まあしゃあないなという感じなんですけれども、今も続く引きこもり生活、次はですね、3回目の抗がん剤、来年早々、つうか1週間後だな、1週間後に、抗がん剤3回目、
全部で4回なんで、やっと半分終わったか、やっと後半かって感じなんですけど、またやったらひっくり返るかもしれません。抗がん剤治療はですね、2月半ばに終わる予定なんで、それ終わったらですね、まあ体力戻して、筋肉もちょっと戻して、体重も戻してですね、NHK スクランブルデモ、のネット聴衆デモは、ちょっとわかりにくいんで、やめます。皆さんが望んでいることは、スクランブル、みたいなんで、これ、右翼左翼関係なく、スクランブル、皆さんが望んでんで、NHK スクランブル放送にしろ、っていうデモをやりたいと思っております。まあ、3月ぐらいになっかな。2月半ばに治療後から、頑張って体力戻してね、拉致被害者署名活動、池袋で、それも再開したいと思います。あと夏に参院選ですね。こちらも頑張ります。九条破棄、共産党非合法化、NHK スクランブル化、あとメディア、テレビの嘘報道、嘘ニュースに罰則適用、BPO 解体、とかですね。減税っていうのもありますけどね、実質税負担率 46% の国なんか、先進国で他にねえから、こんな重税の国ね。皆さんこれで結婚できねえんだよ。こんなに税金むしり取っといて、結婚してくれ、出産してくれ、おかしいだろ。そんなのよ、いうような感じですね。その他にね、漫画、アニメ、ゲームの表現規制、反対っちゅうのもありますね。こういうのを訴えて参院選に臨みたいと思います。皆様、本年は誠にありがとうございました。皆様のおかげで、こうやって生きて、喋っておれますよ。私は。皆様のおかげで、誠に感謝しております。それでは、良いお年をお迎えください。今年も本当にありがとうございました。デトックスジャパン。